なんだかすごく気持ちいい気がするけど、でもきっと自分をなくすよね。自分が誰なのか、何をすべきなのか、きっとどうでもいい。ただ生きてるだけの人になる。私、樫野くん描くときすごく辛かった。だって彼はいろんな色を持ってて、それがとても微妙で複雑で、表現するのにすごく苦労したから。でも桐島くんを描くのは簡単。ただ真っ黒に塗りつぶせばいいんだもん。そんなあなたに樫野くんの心を変えられるわけがない。あなたなんかちっとも樫野くんに似てない。まさか君にそこまで言われるとはね。あ、そうさ、僕の負けだよ。もうレイにはちょっかい出さない。本当？その代わり今日の放課後、レイに内緒で僕に付き合ってほしい。え？僕の悩みを聞いてほしいんだ。麻生さんなら全部打ち明けられそうな気がする。最後のお願い。桐島くんだよね。本当だ。あれ？おい、これプラグ抜かれてんぞ。え？え？じゃねえよ。普通プラグ抜けねえし。誰かがいたずらで抜いたんじゃねえのか。樫野くん、こんなとこでのんきにバイクなんかいじってていいの？どういう意味？どう？ここなら誰にも邪魔されずに済む。ここまでお人よしなんだよ。こんなとこまでのこのこついてきて。できれば僕も君を殺したくないんだけど、うん、しょうがないよね。君といると霊がどんどんつまんない人間になってくんだもん。あ、殺すって言っても別に直接手下すつもりないから。ただできればそこから自分で飛び降りてほしい。大好きな人に父親にレイプされたことを知られたんだよ。自殺の理由としては十分だよね。まさか最初からそのつもりで。どうして、どうしてそこまでして樫野くんを。面白いから。あの人は僕の刺激剤なんだよ。信じらんない。そんなことで人を殺そうとするなんて。よく言うよ。実際には行動に移さなくても、君だって頭の中で僕と同じことやってたんでしょ。
君を襲ったお父さん。やめて！あの二人、この先のハイビルに入ってっちゃったよ。何すんだろうね。私が死んでも樫野くんは変わらない。彼はあなたが望むような人間に絶対ならない。じゃあ試してみる？君の思う霊と僕の思う霊、どっちが本物か。体に傷つけたら自殺にならないもんね。このまま突き落としてあげる。やめて！私が必要だって思ってくれるならそばにいさせて。確かに樫野君にはとっても激しい部分がある。だけどそれだけじゃない。あったかくて優しい部分だってたくさんある。種類の人間がいる。強いものと弱いもの。それから弱いのに、弱いくせに苦ってるバカだよ。その中で真に美しいのは強いもので。ねえ、君は本来そういう人間のはずなんだよ。支配できる側の人間なんだよ。なのにどうして彼女と傷を舐め合うような真似するの？僕にはそれが耐えられないんだよ。気持ち悪いんだよ、お行儀のいいあんたなんか。殺したらダメ。そんな
ことしたらきっと樫野くん後悔する。いつか絶対自分を責めるようになる。私そんな樫野くん見たくないよ。見たくないよ。一つだけ訂正しておく。今の俺には守りたいものがある。失いたくない人がいる。それは弱さじゃねえよ、強さだ。キラがいてくれるから俺はいくらでも強くなれるんだよ。これじゃまるで正義の味方じゃないかよ。私にできることって何だろう。私にできることは樫野くんが笑顔でいられるように願うだけ。できるならずっとこんな風に二人で歩いていきたい。痛い？うん、大丈夫。樫野くん、私も強くなれる。樫野くんと一緒なら強くなれる。キラ、好きだよ。大好き。
丈夫、カシノ君。私ね、うん、生まれ変わるってどういうことか少し分かった気がする。俺さ、世界の終わりが来るならできるだけ早い方がいいと思ってた。もう世の中めちゃくちゃでどうしようもないからさ。けど今は世の中の全てがめちゃくちゃだとは思わなくなったね。キラン、ん、もし世界が終わるなら一つだけお願い事聞いてくれる？何？終わる前にキスして。霧島あれからずっと学校来ねえな。ああ。まあその方が平和でいいや。あいつとんでもねえやつだったもんな。俺だってあいつと変わんねえよ。あの時あいつが憎くて憎くてたまんなかった。キラが止めに来てくれなかったら俺あいつを刺してた。それってまともじゃん。俺だって大事な人殺されたらきっと復讐しようって思うよ。まあ実際やるかどうかは別としてな。お前と霧島は全然違うよ。どうした？またどっかバイク行かれちまったか？いや、そうじゃなくてさ。なんだよ。俺にメカニックの技術を教えてくれない？本気です。そしたらあいつ全然できなくて、特に英語なんか、カウンター。今日バイト？うん、休み。じゃあさ、久しぶりにどっか行かない？うん。何？達也の話。何の話？いや、あいつ本当に勉強できなくて、教えてって言うから教えたんだけど何にもできない。ダメだな。ねえ、なかなか落ちなくてさ。うん、とりあえず
卒業したらあの店で働かせてもらえることになったよ。本当？すごいじゃん。まあ最初は見習いだから給料安いけどな。でも俺絶対一流のメカニックになってみせる。うん、私カシノ君のって大好きだよ。だって自分の夢叶えるために一生懸命頑張ってる人の手だもん。私も頑張らなくちゃ。ちょっとなんかあったかいもん買ってくる。うん。寒い。お前、僕のものにならないなら君なんてもういらない。ありがとう。あ、そうだ、カシノ君、来週もクリスマスだよ。クリスマスツリー見に行くのなんて何年ぶりだろう。しかも今年はカシノ君と一緒だし、ほんと楽しみだな。カシノ君？カシノ君？どうしたのこの血？カシノ君？カシノ君？ねえ！カシノ君！また一人になっちゃった。つまんないな。あれからもう1年か。なんかあっという間だったね。
彼氏と初めてのクリスマス、どんな風に過ごしたいわけ？大きなクリスマスツリー見に行きたい。キラよっ。お待たせ、遅いよ。何を拝んでんの？いや、来年春美と同じ大学合格できますようにって。あのさ、合格祈願って普通神社でやらない？いいじゃん、キリストも神様なんだから多めに見てくれるって。ダメだ、バカが映る。言っとくけど合格しないと付き合ってあげないからね。いや、もう分かってるって。何、そのままでカップルっぽいことしないでよ。いいじゃん、こんぐらいダメ、絶対ダメ。みんなお待たせ。遅いよ、レイ。悪い、出かけにバイクの修理に持ち込まれちゃってさ。早くご飯食べに行こう、もうお腹すいちゃった。あ、悪いんだけどさ、二人先行ってて。え、なんで？達也、行こう。え、いや、でも。いいから行くの。まあ、行くよ。おう。なんか嘘みたい。去年の今頃は生死をさまよってたのに。死ぬわけねえだろ。一緒にクリスマスツリー見るって約束したんだから。何祈ってんの？内緒。ちょっと教えろって。口に出したら叶わなくなるの。誰にでも人生を変える出会いがある。レイ、私にとってそれはあなただった。レイ、私は14歳の時から心を閉ざして生きてきた。キラって言うんだ。何かあったらすぐ言えよ、俺が守ってやるから。笑ったり怒ったり、いろんな自分をずっと押し殺してきたの。そうやって闇の中にうずくまっていた私に、あなたは光を当ててくれた。お前案外強いじゃん。本当の自分を取り戻させてくれた。そして人を愛する喜びを教えてくれた。レイ、そんな私の願いは一つだけだよ。この光景を忘れずにいようね。来年も再来年もずっと一緒にいようね。レイ、覚えてる？昔